はい、皆さんこんにちは。こんにちは。第33回黒田博樹の歴史講座にようこそおいでくださいました。本日もどうぞお願い申し上げます。さて今回ですね、明治天皇ということでご紹介させていただくんですけども、こちらですね、有名なこちら御神絵なんですけども、この明治天皇なんですが、実は今年、まあ、今日は平成24年11月24日なんですけども、実は今年は明治天皇陛下が崩御されてから丸100周年の、節目の年なんですね。で、明治天皇の治世といえば、それまでの徳川家によるいわゆる江戸幕府ですね、江戸幕府から政治の実権を奪って成立した明治新政府の時代でもありました。しかしこの明治新政府ですが、その前途ははっきり言って多難でした。なぜかといえば、その当時の我が国は並み居る欧米列強による植民地化を防ぐために、いかにして日本の独立を守るかということを、大きな命題ですね、これを突きつけられていた状態だったからです。そんな中ですね、明治天皇陛下は我が国の国家元首として堂々と君臨されました。海外においては近代国家の象徴として、また国内においては慈愛に満ちた君主として我が国をずっと支えてこられました。世界の平和の世界の平和と人々の安らぎを日々お祈りなさった明治天皇の御政、和歌のことですね、御政は実に10万首を数えています。今回の歴史講座なんですけれども、明治天皇のご遺徳を忍びながら、そのご生涯をたどることによって、崇高なる明治の精神に思いを馳せると同時に、陛下が現代の私たちに残された数々のメッセージ、これをですね、深く実感しながら私も行わせていただきたいと思いますので、最後までお付き合いいただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。